エレコムから磁気スイッチ搭載のゲーミングキーボードが登場。その名もエレコム VK600A。 キーオン感度とキーオフ感度をそれぞれ調整できる日本語のゲーミングキーボード、その性能を見ていきましょう。ということで今日はね、先行して最終仕様版をご提供いただいたので、まず見た目からで機能まで深く見ていきたいと思います。サンプル版なので箱などはなし、キーボードとケーブルだけ入ってました。サイズは 65% タイプ、 60% に矢印キーとかデリートキーみたいな使用頻度の高いキーが少し足されたサイズで、普段使いとゲーム向けのややゲーム寄りっていう大きさ。そして日本語配列、久しぶりにね英語配列じゃないキーボード触りました。でエンターがでかい。まだ慣れてないのもあるんですけど、右シフトが小さすぎてまあまあ間違えます。 65% と日本語配列って組み合わさった時にここだけ辛いですね。でキーキャップはまあ交換可能なんですけど、だいたい売られてるのって US 配列が多いじゃないですか。スペースバーが合わないんです。ここだけ悲しい部分。私の持っている GMK は全滅でした。ケーブルはパラコードの 2m タイプ、 1.5m だとツンツンになる環境結構多いと思うんで、 2m あるのは嬉しいですね。ベゼルは細かいエンボス加工のようなものが施されていて、触り心地はザラザラと独特。トップ側にはキャプスロックやゲーミングモードなどの LED インジケーター、底面には滑り止めゴム、後方側はチルトスタンドになっていて、1段階ですが角度を変えることができます。なんとなく測ってみたんですけど、すでに傾斜している角度からさらにプラス 8.5 度くらいの変化がつきます。ちょっとね傾斜は急かな。もう一段階調整できたらよかったかも。後ろ側には USB-C 端子があって、ここにパソコンからのケーブルをつなぎます。反対側にはね USB-A 端子があるんですよ。この USB ポートは 3.0 ではなく 2.4GHz との電波干渉を防ぐため、あえて 2.0 となっています。なのでマウスのレシーバーを挿すのにぴったり。ちなみにキーボードのポーリングレートは 1000Hz ですが、このポートは 8000Hz でも使用可能です。レーザーデサーダー V3 の有線を挿してみましたが、 8000Hz でも使えそうでした。パソコン直つなぎに比べてクリック音速度もほとんど変わらなかったので気にせず使って良さそうです。このポートの影響か、一番上のベゼルがやや広く取られてるんですけど、まあ、キーボードで邪魔になるのって基本横方向の長さだと思っているので、個人的にはあんまり気になりません。キーキャップは金文字のないネオクラッチキーキャップというもの。光らないのかなと思ったらしっかり透過していて光るタイプでした。文字は所々切り込みが入っていてかっこいい感じですね。触り心地はサラサラとしていて、ダブルインジェクション PBT なので摩耗による劣化は少ないです。汚れ目立たないですね。ちょっとだけノース側、奥側が高くてそこから手前に下ってきている形状、珍しいです。ちょっとね指の形に縁取られてるんですけど見えるかな。列によって形状にやや変化が加えられているようで、縁取りの形もね微妙に違うところがありました。結構ね考えられていると思います。本キーボードはキーをオンにする感度を可変できるのが強みです。LED モードはキーの入力検知に反応して色が変わるモードが分かりやすいので、そちらにして見ていきます。押し込み始めると赤なんですけど、入力が検知されると緑になります。ソフトではキーオン感度とキーオフ感度の2つを 0.1 ミリ単位で設定可能で、最小は 0.1 ミリで最大は 3.8 ミリです。実際にソフトで最大ストロークを 3.8 ミリに設定してみます。でこれを押し込むとこのようになります。次にねキーオン感度を 0.1 ミリに設定してみます。そうするとこのように一瞬で検知されます。他のブランドにはない機能として誤作動防止機能というものがあります。これをオンにすると 0.0 から 0.2 ミリでオン、 3.6 から 4.0 ミリでオフをそれぞれ制限します。こうすると 0.1 ミリみたいに接点検知をめちゃくちゃ浅くしても誤爆が少なくなるし、底打ち状態で押し込み続けた時にキーオフになって入力が切れちゃうなんてことがなくなるということですね。その代わりキーオンを 0.1 ミリにしてても誤作動防止がオンだったら実質 0.3 ミリからしか反応しません。またキーオフを 0.1 ミリにしてても底打ち 3.8 ミリからは最低でも 0.2 ミリ以上戻らないとリリースになりません。その辺の設定による違いが生まれるので、この誤作動防止についてはちゃんと知識を持っておくことが大事です。もう一つの目玉はキーオフ感度の調整、いわゆるラピッドトリガーと呼ばれるものです。これはキーを離してから何ミリ戻ると入力がリセットされるかのこと。 0.1 ミリに設定するとこのような挙動になります。すぐに検知がオフになってますね。ではこれを 2.0 ミリに設定してみます。そうすると戻しても全然入力されたまま。これは底打ちしなくても途中でキーを戻してもリセットされます。
ストッピングという体を止める動作が必要とされるタクティカル FPS 系では、リリースが早くなれば早くなるほど有利に働きます。ラピトリに関しては今いろんなところで情報が上がってますし、私のウーディのレビュー動画でも解説してますので、ここでは深く触れません。ただ VK600A での挙動をもう少し分かりやすく視覚的に表現できないかなと思って、雑なんですけどマイクロメーターを机にクランプしてキーの横過距離を測ってみました。設定はキー感度が 1.0 ミリでキーオフ感度が 0.1 ミリです。雑なセットアップなので細かい数値はあまり気にしないでください。回し込んでいくと大体これくらいでキーがオンになりました。で、少し戻すとキーがオフ。ちゃんと機能してますね。ただこれやってて初めて気づいたんですけど、キー感度のオンってね、アクチュエーションポイントが移動するんですね。つまり 1.0 ミリ押し込んだ後で 0.1 ミリ戻ってキーをオフにするとするじゃないですか。そうするとそこからさらに 1.0 ミリ押し込まないとキーがオンになりません。キーを一番元の状態まで戻さないとトータルでは 1.9 ミリ押し込む必要が出てきます。キーオン感度というよりもアクチュエーションポイントは絶対値の方が使いやすいと思うんですけど、いろいろと難しい問題があるとかないとか。じゃあこれが実際に FPS で顕著に違いが出るかというと、私くらいのカジュアルゲーマーではそこまで気にする必要なさそうでした。底打ちせずにめちゃくちゃ小刻みに動いた場合、たまに動かない瞬間が発生するかもですね。さらにですね、これらの感度設定はキーごとにも設定できます。なのでこの移動キーだけ浅くしてウルトキーとかはね、誤爆を防ぐためにもう少し深めの感度設定にしておくみたいなことも可能です。ここでは G の感度を 1.0 ミリで、 H のみ 3.0 ミリにしてみます。このキー個別設定っていうのをオンにして、ここに 3.0 ミリを押して OK。 これで G と H で感度が異なります。同時に押し込んでみると明らかに G の方が早く反応してますよね。キーオフ感度に関しては基本 0.1 ミリでいいんじゃないかと思うんですけど、これも設定可能ですのでお好みで。またキーを浅く押した時と底打ちの時で異なるキー設定が可能です。これはセカンドアクション機能と名付けられています。例えば押し始めで W、 底打ちするとシフトプラス W にすれば、浅く押せば歩きで底打ちしたらブーストみたいに変化させる使い方が可能です。若干癖のある機能ですので、慣れたり面白い使い道を見つけられれば活用できると思います。キーバインドも個別に変えられるんですけど、 FN レイヤーのバインドができないのだけ今後ソフトでアップデートしてくれないかなと思ってます。ゲームモードのオフオンとか表じゃなくて裏に入れておきたいんですよね。機能を一通り見たところで、まずは一度このままのタイピング音を聞いてみましょう。反響音は抑えられていて、強く叩いてもあまり嫌な音はしません。自分でルブし直していない状態でも打鍵感結構良くて、特に軸ブレがウーティンのガテロンスイッチに比べて少ないし、スレも感じにくいです。ただルブは支柱部分しかされていないっぽいので、ステムが擦れる部分も塗ってあげるとより良くなると思います。ではいろいろ見たいので中を分解していきます。分解すると保証が無効になりますので、もし皆さんが分解するんだったら自己責任でお願いします。キーキャップを全部取り外した状態がこんな感じ。キーの高さが深めなので結構時間かかりました。たまにねスポッとスイッチがついてきたんで、スイッチ自体は簡単に外れるみたいです。でここから見えているネジが10個あるんですけど、これらを精密ドライバーで全て外していきます。ただねこれだけじゃまだ外れなかったんですよね。ダッキーと似たような深いベゼルなので、裏面からヘラみたいなものを突っ込んで爪を外していく必要があります。これがねかなり硬くてね、汗かいて奮闘しました。そこから見ていくと一番下には消音フォームが1枚、これはシリコン製でした。で基板の裏は割とシンプルで、ハンダ付けとかソケットがないことがわかります。中間フォームも底のやつと同じようなシリコン素材でがっしり固まってます。消音フォームに関しては中間層と底の2枚体制ですね。でトッププレートは白色のアルミ製。まずはスイッチを全部外してしまいます。結構簡単にスポスポ外れていったのでストレスフリーでした。スイッチはボックスタイプのステムで、ライシャ製、ドランクディアが採用しているのと同じようです。軸はシルバーっぽい色をしていて、 LED は北向き、ピンがありません。スタートのオーカーツは 30g、 そこで 60g、 赤軸より初動が軽いのが特徴です。リニアですっと降りていきます。これを分解してみます。こういったスイッチオープナーってやつ、これはね確かグロリアスのやつだっけな。これを使ってオープンしていきます。 MX とかガテロンとかとはね互換性がないケールのボックスタイプですね。中はスプリング、ボトムハウジング、ステム、そしてトップハウジングでした。
スプリングはね、ウーティンみたいに太いやつじゃなくて細いタイプです。これらをすべてクライトックスでルブしていきます。まずスプリングはタッパーに突っ込んで、そこに潤滑剤を塗ってから振りまくります。そうするとある程度馴染むので OK。 ボトムハウジングはサイドのステムが擦れる部分をルブ、余裕があればセンターの円柱もで、ステムもサイドの擦れる部分をルブします。それとね、マグネットがついている部分のサイドレールでも擦れるので、ここもルブします。トップハウジングは何もしません。これらを組み立てて完成。最後にスタビライザーについて、プレートマウントタイプなんですけど、左シフトとエンターキーは簡単に外れました。ただスペースバーに関しては中間フォームが邪魔をしていて外れませんでした。プレートと基板を分離できればいけそうなんですけど、かなりがっちりめにくっついていたので怖くてそれ以上やるのはやめました。磁気スイッチ距離感も関係してるんで、これはあんまりいじんない方がいいと思います。で、2つの外れたスタビライザーに関してはルブを塗りたくって、絆創膏によるホリーモッドを行ったのでかなり改善しました。これで簡単にカスタマイザー済んだので、全部戻して完成。一通りモッドを終えたエレコム VK600A が誕生したので、カスタム後の打鍵音を聞いてみます。さあ、ここまでエレコム VK600A を見てきました。磁気スイッチ、ラピッドトリガー、 65% 日本語配列、 USB ポートあり。最近では他にもラピッドトリガー系の機能を搭載したキーボードってたくさん出てるんですけど、全部組み合わせてみると他にはない選択肢かなと思ってます。特にね、 65% サイズは好きなので嬉しいな。価格は定価 22,980 円で、2023年10月18日発売。9月19日から10月12日まで予約を受け付けています。先行予約すると3000円引きの 19,980 円でゲットできます。購入後30日間返品キャンペーンというのも実施されるので、お試しで合わなかったという場合も返品できるので気軽に購入可能です。値段は良心的で安いと思いますし、このキャンペーンもあるのでかなりおすすめできます。何より国内ですぐに手に入るのが最高なのと、日本なのでサポートも万全。ソフトウェアはまだ機能アップデートの余地あるなと思いますけど、現状でもとてもいいキーボードだと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。ゲームギークでした。